火のごとく。わしらの起源で敵軍を。今回は5月9日の調整で武力上昇値がプラス5からプラス6になった 2.5 コストのアンコモン空内。実は闇兵のアンコモン空内は同盟、同レアリティ、同兵種で3種類、騎兵のスーパーレア装装4種類3つの多さやから、混同を防ぐために改めてカード紹介するよ。計略は、城内にいる時のみ、使用下で、発動時に、兵力マイナス30のデメリットはあるものの、指揮後で、武力プラス力と速度 1.5 倍が 14.2 カウント、最初に接触した敵に、敵長に近いほど、大きなダメージを与える、6次性の塊みたいなシリーズでも、オンリーワンの計略。この計略は、説明だけでは、使用感のイメージが湧きにくいと思うから、真っ先に動画にしたよ。スペックも、武力級知力6制圧の勇猛工場刻印という鉄に比べて、コークス案が厳しい三国志では、かなりの癖があるカード、三特技を生かしたリクソンデッキの工場役におすすめかな。余談やけど第5弾追加の尊敬視点の、郊外、園、関東、天気はそれぞれ、風、林、火、山にちなんだセリフを持っとって、郊外は、動画始めの出撃セリフにもあるように、園の突撃ボイスも、風のごとくとなっとるから武田家ファンの英傑全員も触ってみてほしい一枚。特に、園は、刻印練の欠点を補える復活契約を持っとるから、郊外との相性が抜群で、史実で共に戦った武将らが、息を合わせて戦う光景がイメージしやすいのは、時代の統一感がある三国志大戦のいいところだね。いかにっちゃつ。どうしてあげましょうか。止める。止める。希望を持てば未来は七色です。敵陣を侵略する。風のごとく。止める。風のごとく。止める。さっきリューマンにダメージが入ったように、計略の最初に触れた敵に固定強めの接触ダメを与える感じやね。風のごとく。援軍は来ないか。まあそうだろうね。風のごとく。止める。止める。死ぬのか。突破口を開く。みんな力を貸してくれ。燃えたのはおらん。ご無事で。戦場に戻るぞ。殿待たれよ。いざ炎のごとく攻める時ぞ。無念の炎をまとい、敵陣を侵略する。止める。みんなを守るのがあんたたちの仕事でしょ。
速を討伐せん。行くのか。聞け、皇帝の命令である。今が好機、打ち破れ。すまぬ、貴様の喉上を。まあそうだろうな。死ぬのか。突破口を開け。みんな力を貸してくれ。行くのか。散り際じゃのう。風のごとに。まだ倒れぬ。どうかご無事で。ご視聴ありがとうございました。